吉田あかり、NMB48 加入前から知り合い夫と結婚を決めた理由、涙が止まらなかった、結婚式でのサプライズ明かす。モデルプレスが6月15日に沖縄県沖縄アリーナにて開催される沖縄コレクション2024、沖縄コレクション2024のフィッティングに潜入し、4月6日に一般男性との結婚を発表したモデルの吉田あかり、27を直撃。ランウェイへの意気込みや結婚式でのエピソードについて聞いた。吉田あかり、最新の注目メイクは？本日のファッションポイントを教えてください。吉田、夏らしく赤のワンピースを選んでみました。鮮やかな赤が好きで、着ていると顔が漏れる気がするのでお気に入りです。背中の部分が開いているのがポイントで、お上品だけど一癖あるデザインが好きでよく着ています。メイクとの雰囲気も合っていて素敵です。今季注目しているメイクはありますか？吉田、髪色を明るくしたのでモリカンの強いメイクにハマっていて、部分つけまつげをよくつけています。特にアイメイクに力を入れていて、まつげパッチリ、涙袋ぷっくりだけど、色味は薄めの色を使うことが多いです。スタイルをキープするためにしていることがあれば教えてください。吉田、今月は頑張るけど、来月はそこまで頑張らないみたいな感じで、日々調整するようにしています。大事な撮影とかがあれば、しっかり食事などに気を使っていますが、今はちょっと休憩中かっこ笑い。そしたら肌も荒れるし、トレーニングの回数を減らすと、筋肉も減るし、大変だなと思うのですが、太りすぎてしまったり、肌が荒れすぎたりすると治すのも大変なので、手前ぐらいで反省して頑張るモードに切り替えています。インスタグラムで、いつも美味しそうな手料理を載せていますが、食生活で気をつけていることはありますか？吉田、結婚してから、夫と一緒に食事をするので、目の前でご飯を2杯、3杯も食べている人がいたら、私も食べたくなっちゃって大変です。別のものを食べるのも気を使わせてしまうので、お昼を少し軽めに抑えています。きっと吉田さんの料理が美味しいからですね。得意料理はありますか？吉田、ありがとうございます。かっこ笑い。得意料理はおでんです。現在は大阪で夫と生活をしていて、仕事もあるため、東京と行き来する生活をしているのですが、2から3回へを出るときは、おでんとか、ハヤシライスを作り置きしていて、そのおでんの汁を残して作ったカレーが、とっても美味しくできて、この前2杯も食べちゃいました。かっこ笑い。おでんの時は、出汁を飲むのを我慢して試してみてほしいです。